はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは本日は王位戦挑戦者決定リーグ白組、永瀬王座対佐々木大地五段の一局が行われましたので、結果速報をやっていきたいと思います。将棋は佐々木大地五段が先手で相掛かりに進行しまして、永瀬王座が後手番ながら相掛かり棒銀で積極的に攻めていく展開になりました。そして佐々木大地五段が中盤で少し抜け出したなと思ったんですが、そこからじりじりリードを広げて、最後は大差での快勝となりました。そしてこの結果、永瀬王座、羽生九段、佐々木大地五段が3勝1敗で並ぶ三つどもえの大混戦となりました。私は先週の動画で佐々木大地五段が最終戦、羽生九段戦、そして永瀬王座戦を残していてキーマンになるというふうに申し上げたんですが、まさにそのキーマンが永瀬王座を破って、これで全く白組優勝の行方はわからなくなりました。最終戦で羽生九段対佐々木大地五段戦がありますので、この対局に勝った方は少なくともプレーオフ進出以上が確定いたします。そして永瀬王座は最終戦近藤七段に敗れますと、白組のプレーオフ進出すらできなくなるという状況になっております。ということで、羽生九段対佐々木大地五段戦が本当に大一番になりそうです。永瀬王座が近藤七段に勝てば、この羽生九段対佐々木大地五段戦の勝者が永瀬王座とプレーオフで、永瀬王座が近藤七段に敗れていれば、羽生九段対佐々木大地五段戦の勝者が白組優勝となります。本当に羽生九段のファンの私としては、藤井王位対羽生九段の七番勝負、なんとか見たいなと思っているんですけれども、もちろん、永瀬王座や佐々木大地五段も非常に強いので、ちょっとまだまだわからないんですけれども、どうなるかなと、ちょっと楽しみに見ていきたいなと思います。とにかく、羽生九段対佐々木大地五段のこの白組5回戦は大一番になりそうですね。また赤組もちょっと見ていきたいと思うんですけれども、こちらはこちらで木村九段、豊島竜王、そして澤田七段が3勝1敗で並ぶ、やはり三つどもえの大混戦となりました。なかなか赤組も白組もここまでもつれるっていうのはちょっと珍しいですね。例年だいたいどちらかのリーグでは、全勝に近い成績で1人が抜け出して、あとは大混戦で、あっさり優勝が決まると、そういう展開が結構多い気がするんですが、今年は赤組も白組ももつれにもつれております。さらに赤組に関して言えば、木村九段が最終戦、斎藤七段、斎藤ごめんなさい、斎藤八段、そして豊島竜王は片上七段、澤田七段は佐藤九段ということで、優勝争いからほぼ関係のない相手に当たっているということで、もしかしたら全員が4勝1敗で並ぶということも考えられまして、赤組は本当に誰が優勝するのか全く予想できない展開が続いております。ほぼ間違いなくプレーオフになりそうですね。またもし、木村九段、豊島竜王、そして澤田七段が最終戦敗れて全員2敗に後退すると、佐藤天彦九段や斎藤八段までチャンスが来る可能性があるということで、それもそれで本当に面白そうですね。そうはさすがにならないと思うので、木村九段、豊島竜王、そして澤田七段の中から挑戦者、ごめんなさい、赤組優勝者が出てくると思いますが、そちらの予想もちょっと楽しみにまたやっていきたいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。藤井王位への挑戦者ですが、この木村九段、豊島竜王、澤田七段、そして永瀬王座、羽生九段、佐々木大地五段、少なくともこの6名に絞り込まれたかなという感じがいたします。あとは誰が赤組や白組それぞれ優勝して、そして挑戦者になるか、ぜひ皆様の予想もコメント欄などで教えてください。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録などいただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。